皆さんこんにちは。阿武隈高専の施設長をやってます三平と言います。よろしくお願いします。阿武隈高専園は、知的に障害を持っている方、身体に障害を持っている方、精神に障害を持っている方、そういう障害を持っている方たちが、共同で生活をしている入所施設です。そこで、皆さん、共同で生活している中で、一番大切なのは、それぞれの命です。そのために火災を想定した訓練、あるいは、地震を想定した訓練を、それぞれ、毎月、実施しております。そこの中で命の尊さ、大切さを学ぶというところも一つの教育のテーマになっております。そういったところでは、皆さんも命の大切さ、そういったところを、学習していただきたいなと思います。今コロナで大変な時期ですけども、コロナに負けないように勉強に励んでください。コロナに負けないで頑張ってください。よろしくお願いします。いわきは製品の性能だけではなく、お客様が安心安全に使用できるよう最先端の技術を導入した製品サービスを提供しています。工場では整理、整頓、清掃、清潔、しつけ、親切を柱とした6月活動を行い、常に安全で快適な職場作りを目指しています。防災においては社内に自衛消防隊を編成し、年に1回の防災訓練、さらには消防本部が開催している自衛消防総合大会に参加し、訓練を通じ社員全員が災害に対する意識を高め、火災や地震などの災害に備えています。我が社の経営理念である最前線で産業を支えるを合言葉に、これからも社会の発展と人々の幸せに貢献できるよう頑張ります。コンオプトネクサスはメイドインジャパンのものづくりへの誇りとこだわりを持った光学デバイス専業メーカーです。昨年12月から田村市産業団地で新工場の本格稼働が始まりました。弊社では例年開催されている田村地方自衛消防総合大会に参加しています。毎年新入社員がこの大会に参加し、火災発生時の119番通報、初期消火、救急法などを実践し、自分の職場は自分たちで守るという自衛の意識を高めています。残念ながら今年度は新型コロナウイルスの影響で開催されませんでしたが、次回の開催も積極的に参加し、さらに自衛の意識を高めていこうと思います。コロナ禍の中で不自由な生活が続いていますが、こんな時だからこそ自衛の意識を持ち、共に乗り越えていきましょう。地域の皆様のご理解とご協力を得て運営をしております。
平成18年よりお看取りといって施設で最後の時を迎える支援をさせていただいております。青山委員院長青山陽次先生のご協力もあり、年間10名から20名の方のお看取りをさせていただいております。最後の時までご利用者様に寄り添い、温かいケアの実施を心がけております。また定期的に毎月防火防災訓練を実施し、ご利用者様の安全に配慮した施設運営を心がけております。介護は心と心が触れ合う素晴らしい仕事です。そしていずれ自分も直面する課題だと思います。一緒に介護について考えてみませんか。2011年3月、東日本大震災により当社も被害を受けましたが、創業前だったため約1800名に避難所としてご利用いただきました。また藤倉ゴム工業様へ建屋一部を貸し出すことで自動車産業の復興支援を行いました。私たちの生産工程では危険物も使用するため、教育・避難訓練・自衛消防などを充実させることで安全な使用を常に意識し、環境に配慮したものづくりを行い、持続可能な社会へ貢献します。今後もイベント協賛、ゴミ拾いなどを含む社会貢献活動を積極的に推進し、地域の皆様に信頼される明るく活気あふれる最先端工場を目指していきます。こんにちは。株式会社阿武隈です。私どもはトラックの部品や建設機械の部品を製造しております。株式会社阿武隈は関わる全ての人の満足と幸せを目指すという経営理念のもと日々邁進しています。東日本大震災から10年を迎え、安心安全な操業に向けた取り組みをより一層心がけてまいります。ここでその取り組みの一部をご紹介いたします。私どもは作業中の怪我や事故ゼロを目指し、怪我や事故を発生させないために必ず安全保護具を着用し、行動する際は試作故障を徹底し安全確認を行い作業をしています。また毎月安全パトロールを実施し、工場内に危険箇所はないか、危険作業をしていないか、決められたルールは守っているかなど工場内すべてのエリアを点検し、事故や災害を発生させないための活動をしています。火災や地震などが発生した際に行う消火作業、人命救助、避難行動を自衛消防活動と呼んでいます。自衛消防活動にはスピードと正確性が問われます。私ども阿武隈は2019年の田村地方自衛消防総合大会において第3位という結果をいただきました。優勝を目指し、さらに練習訓練に取り組んでまいります。皆さんも避難訓練の重要性をよく理解し、訓練に取り組んでいきましょう。事故ゼロ、災害ゼロで頑張りましょう。